誉れの比べ屋朗読その第一回第一章出羽の国米沢の城外玉庭の山道を十四五人の騎馬武者が走っていた。先頭にいる若い武将は二十歳の若さですでに出羽奥州十五余軍50万石の領主となった伊達政宗である。教師も安倉山へ鷹狩りをしての帰り道、不思議と獲物の少ない日で若い政宗は不機嫌だった。馬を急がして玉庭の村へかかろうとした時である。馬蹄の音に驚いたか、左手のくぬぎ林の中からバタバタと凄まじい羽ばたきをしながら一羽の大鳥が舞い立った。次郎七、射止めよ。政宗が振り返って叫ぶと、お気に入りの弓術者山岸次郎七は、はっとばかりに弓を取り直して矢をつがえるが早いか、馬速も緩めずひょうといた。やったかと見たが、矢は外れた。しまった。次郎七は矢継ぎ早に二の矢を放ったが、それも空を切っていたずらに流れただけである。苛立った政宗は大声に、鷹をかけろと命じた。鷹をかけるにはもう距離が広がりすぎていたが、鷹城の弥兵は命のままに十分合わせる余裕もなく鷹を放った。鷹をかけるには相手の鳥が飛び立ってから呼吸3つ、この気合が合わなければ失敗である。果たして鷹は弥兵の拳を離れるなり、さっと高く舞い上がったままそれてしまった。よっ、お鷹がそれたぞ。小銃の面々が色を失って叫ぶ。政宗は重なる不守備にカッとして馬上に立ち上がりながらわめいた。不届きな高め、誰ぞ言おとせ。おいや殿、止め立て無用。要はそれだかは変わぬぞ。射止めよ、射止めよ。今は逆らう場合でない。人々は我こそと弓を取って競いいた。しかし大空高く舞い上がった鷹をどうして射落とすことができよう。矢声ばかりこだまして、どの矢も空に終わった。その時であった。間近に鋭い矢声がしたと思うと、ビューッと鳴かぶらの音がして、空を切る矢一筋、はっという間に鷹の翼を貫くと見えたが、そのまま鷹を引き落とすようにツッと一文字に落ちてきて松林の彼方へ落ちた。はっぱれ、見事じゃ。政宗がくらぼぶって叫ぶ。近似の一人がすぐに鷹を取りに走った。政宗はじめ小十分の者たちが何者の技かと振り返ると、くぬぎ林の中から静かに降りてくる一人の娘があった。娘は年の頃18であろうか。髪を束ねて無造作に結び、色あせた布子にたっつけばかま、わら靴を履いた両親の風俗で荒木の弓に矢をとすじばかり持っているが、色白で眉の濃い、唇の明けの鮮やかな美しさ。ただいまのいてはそなたか。政宗が声をかけると、娘はしとやかに馬前へ膝をついて、はい、お恥ずかしゅう存じます。あっぱれな腕じゃの。世が自慢の休日師範山岸次郎七にもよう居落とせなかった。それだか、よくぞ女子の身で射止めてくれた。いずれの者で名は何と言うぞ。娘は政宗の目を恥ずかしげに受けて、お言葉に背き恐れ入りまするが、司祭あって名を申し上げることはかないません。ほんのお酒を添えましたばかりなれば、女の差し出がましさをお笑いくだされ。このままお忘れのほどお願い申し上げまする。
娘がよどみもなく言ったとき、近似の者が鷹を拾って戻ってきた。申し上げます。なんだ。カプラヤは翼を脱ぎましたばかり。お鷹には傷一つござりませぬ。見せろ。政宗は馬上に鷹を受け取った。なるほど、矢は、羽がいの際を縫っただけで、針についたほどの傷もない。ほれ、そこの娘。政宗は振り向いた。第二章。羽がいを縫って鳥を傷つけず居落とすとは、心得なくてはできぬ技。そなた、何者の手ほどきを受けて弓を学んだか。御意に逆らい、申し訳ござりませぬが、どうぞ何事もお尋ねくださりますな。お答え申すことはかないません。不思議な返答であった。日頃の政宗ならそうかと言って聞くところではなかったが、非凡の腕といい美しい顔形、いかにも由緒ありげに見えたから、よし、さらば何事も聞くまいぞ。だが一つだけ改めて頼みがある。明日早く米沢の城へ参ってくれ。そなたほどの手並み家臣どもに見せなば良き勉強となろう。ぜひとも行って見せてくれ。どうじゃ。はい。娘はふと顔を上げて、女の身の差し手がましゅうはござりまするが、仰せに従い和田卿をつかまつるでござりましょう。うん、早速の承知嬉しく思うぞ。さらば今日はこれで別れる。必ず参れよ。かしこまりましてござります。平伏する娘を後に、心を残して政宗はその場を立ち去っていった。娘はその後をしばらく見送っていたが、やがてにっこりと微笑して、本望成就の日が来た、明日こそと一人つぶやきながら立ち上がった。娘はくぬぎ林を丘へ抜け、玉庭の裏山を尾根伝いにしばらく行ってから、渓流のせせらぎに沿って山階へ降りた。そこには赤松の林を後ろにして荒れ果てた家が一軒、わびしげに新館と立っている。娘は前庭から縁先へ入って、父上様、ただいま戻りましたと声をかけた。お肉かと中から声がして、もう暮れかかるというにどこまで行ったのだ。山に慣れたと申しても女の身、遠がけはならぬと申してあるのを忘れたか。そう言いながら白金のような八字ひげを生やした老人が出てきた。申し訳ござりません。今日は山鳥などおすすめ申し上げようと存じましたが、ついに一羽の獲物もなく、うかうかと時を過ごしました。どうぞお許しくだされませ。よいよい、はよう上がって休むがよい。老人は栗屋へ回る娘の姿を愛おしそうに見送りながらほっと吐息をついた。この老人親子はそもいかなる身の上の人であろうか。それを語るには水戸瀬以前に戻らなければならない。老人は浦上幸恵といって伊達家譜代の名家に生まれ、剣と弓とに非凡の腕前があったばかりでなく、軍学者として政宗の父右京太夫照宗の世からおもんぜられていた。しかるに水戸瀬前の夏のことであった。米沢城中で主演を催していた政宗は思い出したように顔を上げて、幸恵、これへ参れと言った。幸恵が近寄ると、近頃新たに召し抱えた山岸二郎七と申す者、よく遠野をいたすと聞くが、まだ試みたことがない。幸いに主演の座興じゃ。その方次郎七と比べ合をしてみせい。
幸恵は静かに表を上げて、座興に比べ屋をせいと仰せられまするか。いかにも沢ちゃん。恐れながら私は軍学をもって千殿様よりお使い申す身の上、比べ屋の儀はご辞退つかまつりとも存じまする。ならぬ。その方も弓では名を知られた武士、ぜひとも試みてみ、申しつけたぞ。は。幸恵は致し方なく平伏して下がった。すぐに次郎七へも命が伝えられた。場所は庭前の小馬場、急ごしらえの安土が設けられ、的は二寸の金敵、三十軒離れて、射手の座ができた。矢は一筋の勝負じゃ。幸恵も次郎七も抜かるな。勝った者には褒美するぞ。はっ、ごめん。と会釈して、二人は射手の座へ直った。幸恵は家中に名だたる名手。次郎七も新参ながら、弓術達者と自慢の男だから。この勝負こそ見ものぞと。烈座の面々も膝を乗り出して見守った。まず次郎七が立っていた。さすがに日頃の腕自慢だけあって、見事に金敵の真ん中を射抜いた。やんややんや、と思わず知らず歓呼の声を上げる人々。幸恵が矢を立って弓を取り直した。浦上先生こそ見事になさるであろう。と烈座の目は幸恵の手元に集まる。ところが何としたことか、幸恵がひょうと切って放った矢は、意外にも的の中央から二寸もそれたところへぷつりと突っ立った。第三章。幸恵、その方の腕も老いたの。意外な結果にいずれも鼻じらんでいるところへ戻ってくると、いきなり政宗が長老するよぼに言った。そち、弓の名手などと言われていたが、さても年は争われぬものじゃ。恐れながらそうおぼしめしますか。そう思うかとは何じゃ。政宗はきっと見返った。幸恵は静かに、お分かりなくば今さら申し上げることもござりませぬ。私はこれにておいとまをいただきまする。そう言うとともに平伏して御前を下がってしまった。政宗はそんなことは気にも留めず、次郎七の方へ機嫌よく振り返って、ようしたぞ次郎七、ただいまより百石の数を取らす。この後とも休日を励むよういたせ。は、かたじけのも存じたてまつりまする。中月を取らすぞ、地高よれ。次郎七は面目誇らしげに進んだ。ところで浦上幸恵は御前を下がって家へ戻ると、一時の猶予もなく家財を処理して、親一人子一人の娘小菊を伴ったまま米沢の城下から姿を消した。小菊はその時16歳であった。父がなぜにお家を退身したか、初めのうちは知らずに過ごしたが、玉庭の山階に老居してからふと人の噂で事の子細を聞き知った。そんなことがあるであろうか。小菊は合点がいかなかった。父上様は聞こえた、いて、空飛ぶツバメをも楽々と射止めるほどの大腕前なのに、次郎七連れと比べやして遅れを取るなどと、私には信じられぬ。そう思ってはみたが、事実はどうすることもできなかった。人の噂は悪いほど広まる。次郎七に負けて、幸恵は夜逃げ没した。麒麟もおゆれば束に戻る。まあ早く身を隠しただけがめっけものよ。などという悪行増言を聞くたびに、小菊の胸は口惜しさに震えた。武士の娘として父の恥ずかしめられるのを見過ごしていられようか。
小菊は心ひそかに、この笛は石にかじりついても弓術を学んで父の恥を注がなければならぬ、けなげにも固く決心した。それからの小菊はほとんど必死であった。漁をするからとことに託して父から弓の手ほどきを受けると、あとは野山に出て獣を追い鳥を追い、来る日も来る日も実地に技を磨くのであった。かくすること見とせ、神明の加護があってか今日政宗の狩りに出会い、どれだかを止めてついに対岸成就の糸口をつかんだのである。話は元に戻った。その夜は寝た。あくる日、父に話せば叱られるのは分かっているから、いつものごとく寮に行くこしらえで家を出た小菊は、途中で支度を変え、寮衣を脱いで下に来た。紫犬の小袖、帯をきりりと結んで髪をすき直し、やがて城下へと入っていった。城へ上がると、おお、見えられたか。殿には先ほどよりお待ちかねでござる。急いで御前家と、すぐに奥庭へ案内をされた。小馬場にはすでに支度ができていた。小菊の到着が知らされると謹慎を従えて、政宗が広縁足地下まで出てきて、役にたがわずよう参った。家臣どもも待ちかねておろう。すぐに人や試みるがよい。はあ、三右衛門、買い初めをいたせ。近地の若者がかしこまってすぐに小菊を射手の座へ案内した。小菊は座に直ると御前へ向かって一礼して小妻を取り上げ、手だれの弓を取ってきっと立った。矢頃は30件、安土に光る金敵は三寸を選んである。しばらく見つめていたが、やがて矢をつがえるや引き絞って無造作にひょうと切って放った。やったぞと人々が乗り出す。矢は金敵の真っただ中に立ってビリリと震えている。あっぱれ、見事じゃ。政宗はうなずきながら、しかしまといのみでは興が薄い。ことのついでに比べ屋を試みてくれ。よし、相手をせい。は、娘もしょぼちであろうな。小菊ははっとかしこまった。これこそ待ち設けていたことだ。いかなるわけがあって父が遅れを取ったかは知らず、今こそ次郎七と勝負して勝ち、父の汚名を注がねばならぬ。お家に名高き山岸様との勝負、女の身のおこがましゅうはござりまするれど、仰せに従いお慰みをつかまつるでござりましょう。次郎七は師範役、敗れても恥ではないぞ。十分にやってみよ。政宗は今日ありげに座を進めた。射手の座へ降りた山岸次郎七、娘ながらも昨日の腕は侮りがたしと思ったか、安土の海沿いに当たっていた若侍に何か耳打ちをすると、特に一寸の金敵を選ませた。恥ずかしながらお相手をつかまつります。どうぞご師範役より。さらばお先を受けたまわる。次郎七はずいと立った。第四章。30件の距離で一寸の的、これを言い当てるのは文殊に及ばぬところだ。次郎七はここぞ腕の見せどころと呼吸を測って威放つ。矢は誤たず金敵の真ん中を打ち抜いた。いざと振り返る。ごめん一礼して小菊は立った。そしてしばらく矢頃を測っていたが、つとかぶら矢を抜き取ってつがえるや、どうしたことか自分の的へは向かわず、今次郎七のいたところへ
狙いを定めた。不思議なことをするものよ、と一同が見守る。刹那、キリキリと満月のごとく引き絞り、呼吸を測ってひょっと言い放った。空を切って飛ぶ矢は、意外も意外。今、次郎七が居当てて的に立っている矢の矢はずへ当たって、ピッと矢を裂き、そのまま的へと突き刺さった。ほう！と政宗が膝を打つ。居並ぶ家臣たちは思わず伸び上がって、やんやと囃し立てた。山岸様。小菊はつつましやかに振り返って。勝負はこれから。どうぞ私の矢を矢はずから割ってくださいませ。次郎七はうめいた。しかし、ことここに及んでは、否みもできぬ。致し方なく立ち上がったが、三十軒の遠矢ごろ、矢はずなどが見えるものではない。ええ、どうなるものか。と運を天に任せていた。わあと上がるどよめき、いやてたか。どうして矢は安土の十軒も前に落ちて土ぼこりをあげたばかり。と見るなり小菊は、ごめんと言って再びかぶら矢を取る。無造作に切って離すと、これも虹を描いて飛ぶよと見たが、次郎七の矢を割って突っ立っている自分の矢、その矢はずから真っ二つに突き割った。寸分もたがわず的に立った。ああああと城中へとどろく称賛の声。娘、至高と政宗は大きく招いた。面目を失ってしぼしぼと下がる次郎七に引き換え、小菊は右衛門を正して晴れがましく広縁の下に進み出た。政宗は膝を進めて、あっぱれの妙義、政宗ほとほと感じ入ったぞ。したがなぜに的を言いず、次郎七の矢はずを割ったのか。そのお答えは、私が申しますより、的をご覧くださる方がよくお分かりあそばしましょう。何？的を見ろというのか？どなたか、私の的をこれお持ちくださいませ。今夏に一人の若侍が走っていって、安土の海添えが今にも取り外そうとしていた的を奪い取り、そのまま走ってきて小菊に渡した。小菊は的を改めると、にっこり笑って政宗の手へ差し上げながら、これをご覧あそばせ。その的には絹糸が縫い付けてございます。ほう。政宗が見るとまさに的の端に五尺余りの黒い絹糸がついている。してこの糸のわけは？申し上げるまでもござりませぬ。山岸様が安土番と心を合わせ、私が矢を射る刹那、その糸を引いて的をそらす企み。よ、どうしてそれを？今は何もかも申し上げまする。小菊はきっと顔を上げ、私は先年お家を大身つかまつりました浦上幸恵の娘小菊にござります。水戸政以前父は山岸様と比べやして敗れましたが、父ほどの腕を持って依存ずるわけがなく、これには必ず司祭あることと存じました。しかるに今日伊手の座よりとくと的を見まするに、私の的近く海添役のお方がいて、居合越しにじっと私の方を見つめ、またしては的の方を伺う様子、かっこ私は初めて的に仕掛けのあることを察しまして、わざと的はいつに次郎七殿の矢はずを割ったのでございます。小菊の言葉はいちいち政宗を仰天させた。娘の口から初めて聞く次郎七の関係。そういえば、水戸瀬前の蔵部屋の折、幸恵が何か司祭ありげなことを言っていたが、さてはあの時、幸恵は早くも
次郎七の企みを見破っていたのであったか。そうとも知らず、幸恵を罵りあざけった自分は、なんと暗愚であったろう。次郎七を呼べ。政宗は怒りに震える声で叫んだ。近所の侍がかしこまって下がったが、すぐ引き返してきて、申し上げます。次郎七はもはや蓄電いたしましてござります。何？逃げた？憎いやつ、すぐ追手をかけて引っ捕らえろ。手向かいいたさば切ってせい。はっ。権下に四五人が立っていった。政宗は小菊の方へ向きなぼって。小菊、そなたの家へ案内せい。幸恵に会って詫びをせねばならぬ。急げ。と言って立ち上がった。第五章。父上様。慌ただしく呼ぶ声に、初見をしていた浦上幸恵は何事かと障子を開けて出る。父上様、お出迎えを遊ばしませ。出迎えとは何じゃ。親方様がおなりにござります。息をせいて言う小菊の言葉に、見ると内庭へ金次両名を従えてつかすかと政宗が入ってくる。幸恵は黙って縁へ探査した。おお、幸恵か。政宗は懐かしげに寄って、堅固な様を見て余は満足に思うぞ。恐れながら、何をあってここへ鳴らせられましたか。幸恵の声は冷ややかだった。手前よりお見限り申した殿、おなりを受ける覚えござりません。早々お立ち帰りくださるよ。まあ、父上様。小菊は驚いてすり寄った。小菊はありし言葉手短に語った。幸恵は黙って聞いていたが、小菊の話が終わるとともに、いきなりカラカラと腹をゆすって笑い出した。少子や、こなた様には今頃になって、次郎七の関係がお分かり遊ばしましたか。殿、よう聞かれよ。幸恵はきっと形を正した。そもそも武術は戦場に入れて実地に試みるこそ本分。安土に的をかけているごときは修練の方でこそあれ、技術の優劣を定めるには足らざることでござるぞ。それを主演の座興に比べやなど催されるからこそ、勝ちたい一心で関係を企む者も出てまいる通り、次郎七の感覚もさることながら、元はと申せばこなた様に武将としての心得の足らぬため、またその折にも申し上げたごとく、幸恵は兵学をもって先祖のよりお使い申す体でござるぞ。一夜をよく射るも一人を倒すのみ。兵学は一式万人を動かして全軍の勝敗を決する重き務めでござる。それとこれとのけじめもつかぬような暗愚の殿には帰参せいとあっても、手前の方よりお断り申す。いざ早々ここをお立ち去りくだされ。政宗は夢から覚めたよもに、しばらくは頭を垂れたまま動かなかったが、やがて静かに表を上げて、よう言ってくれた。少年20歳にして初めて世は活眼を開いた心地がする。幸恵、今日までは政宗が召しでいたのだ。今こそ武将の心得が分かったぞ。そちへの詫びはこうじゃ。政宗はにっこり笑うとともに、突然小塚を抜いて、あっという間もなく自分の左眼へ突き刺した。よっ殿。さすがに仰天して幸恵が走り寄る。政宗は静かにその手を払いのけて、騒ぐまい。死んだ老職片倉景綱がかつて世に申したことがある。政宗の目は武将として鋭すぎる。
その鋭い両眼で見つめられては、中心も還元もよう狭い。片目があれば十分じゃと。の。政宗の声は明るくなった。景綱の爺の申した件。今そちの還元も聞いて方々思い当たる。幸恵。は。帰参してくれ。世は固めとなった。そち帰参して、今潰した左の目となり、世を補佐して、伊達家のために尽くしてくれ。頼む。足立家のも存じまする。幸恵は涙と共に平伏した。冬枯れの空はよく晴れて、鵜の渡る声がすがすがしく聞こえる。そうようして言葉もない秀秀を少し離れて見守りながら、小菊も両袖にすすり泣きの声を包んだ。政宗が奥州の独眼竜と言われて英雄太閤秀吉をも畏怖せしめたのは、それから五年と経ってはいなかったのである。山本周五郎を作誉れの比べや全文読み切り。書室少女クラブ昭和10年12月号。